明治。いただきます。いただきますの前にもチョコレート効果ですよ。誰？食物繊維たっぷりなんですよ。食物繊維？カカオポリフェノールもたっぷりですよ。カカオポリフェノールも。そう。誰？チョコレート効果ですよ。チョコレート効果ですよ。チョコレート効果ですよ。誰なの？誰なの？誰なの？いただきますの前にも一枚明治チョコレート効果。いただきます。家にお伺いするという形になります、はいはいはい、この家族の方見たら、はい、そうですね、はい、はい、外飯を優先、はい、まあ、なるべく声を揃えたいということです、うん、はい、おやおやおや、誰？はい、カット、いいですね、いい感じ、スタート。いただきますの前にもチョコレート効果ですよ。カカオポリフェノール。そう、それでは。カカオポリフェノールもたっぷりですよ。カカオポリフェノール。はい、ありがとうございました。今回はですね、靴を脱いでお茶の間に上がってきたチョコ先生という設定になってまして、なんと皆さんの食卓の中で私がいろんなことを申し上げる、そんな形になっております。まあ、なかなかね、このご飯とチョコレートというもののこの接点は自分の中にはどの辺にあるのかなと思ったんですけども、これなかなか合うなと思いました。実際やってみましてね。ですから、まあ、そうですね、他の方たちも、まあ、何回もテイクされてましたけども、非常にこの設定を楽しんでいらっしゃいました。あとはご飯が美味しかった。ですからね、消え物って普通、まあ、いい具合に食べるんですけど、かなり皆さん必死に食べてらっしゃったのが印象的でしたね。食事の前にチョコレートというのはちょっと知らなかったんですね。どちらかというと食後に食べるものだと思っていましたから。あとチョコレートをカレーの中に入れたりした、そんな時もありましたけどね。そっかそっか、それは OK なんだと私も改めて思いました。そうそうそう、チョコレートって意外と今回和食の設定でしたけども、洋食には特に合うなと、そんな風にも思いましたので、実践してみたいなと思ってます。私の60歳の自分を代表する漢字一文字は天です。これは起承転結の天です。まあ、60年ということですけども、まあ、人生の中では、私の中では、まあ、そうですね、まだケツには行ってないような気がして、これから転じて何かを新しいことに挑戦してみたい、そういう思いでこの天という字をね、書かせていただきました。2024年残すことあと2ヶ月となりましたが、やり残していることは山のようにあるんですよね。ただ、まあ、この冬ですし、おいしい食べ物もいっぱいありますし、ですから今年はそうですね、どうしますかね。チョコレート効果を一通り全部食べるってことですかね。これもやってみたいことですし、あとはですね、会える人に、いろんな方に、もうコロナ禍も少し収束しておりますので、会いに行きたいなって
思ってます。チョコ先生が今回は食卓にお邪魔いたします。いただきますの前に一枚パリッ、おすすめです。明治いただきます。おやおやおや、いただきますの前にもチョコレート効果ですよ。そうなの？食物繊維たっぷりなんですよ。食物繊維ですよ。いただきますの前にも一枚明治チョコレート効果。